こんにちは。横浜市戸塚区の生態三元堂院長の村松です。今日はこちらです。花谷博之先生が書かれた肩を回せば猫背は治るというこの本に書かれているエクササイズについてご紹介をしていきたいと思います。今回はこの書籍の中に書かれているエクササイズのうち、こちらのメニュー6つのメニューのうちの2番目鳩体操、こちらのやり方について解説をしていきます。はい、ではこの鳩体操のやり方について、説明をしていきたいと思います。この鳩体操なんですけれども、首を動かしていくことで首の筋肉を緩めます。首の筋肉を緩めることで血管とか神経の負担を軽減していくことを目的にしています。でやり方なんですけれども、まず椅子に座っていただくか、今の僕のようにこう立った状態、どちらも構いません。椅子座るか立つかしてください。でその状態、今は立ってやっていますけど、この状態で、背筋を伸ばします。背筋を伸ばして、お顔を正面に向けていきます。はい、次ですね、背筋を伸ばしたまま、額や鼻の頭ですね、額や鼻の頭を前に突き出すように、前に突き出すようにして動かします。鳩ですね、鳩のように首を前に動かします。はい、次ですね、前に動かしたら今度は後頭部が後ろに引っ張られるイメージですね。後頭部が後ろに引っ張られるイメージで前に出したも首を後ろに引きます。はい、これをこの2つをですね、5往復ほどやっていきます。はい、背筋を伸ばして顔を正面に向けたら、このまま額や鼻の頭が前に出るように首を前に突き出します。後頭部が引っ張られるように後ろに戻していきます。でまた前に突き出していきます。で戻します。もう一回前にぐっと突き出します。戻していきます。でもう一回前、後ろという形で5往復繰り返していきます。この時の NG ポイントとしてはですね、顎を上下に前に突き出したり後ろに引っ張られて動かしますので、これが上下にこう動いてしまうと首の筋肉が緩まないので、顎は上下には動かさないように気をつけてください。あとですね、首を前に出すときに背筋が曲がる、こう動かすことをすごく意識しすぎてしまってですね、こう丸まってこう体ごとやってしまったりとかいうことが多くなってくると思います。上半身をこう手でちょっと固定しても、まあ、構わないと思いますので、しっかり上半身動かさない、背筋を伸ばした状態のまま首を前に出して引く、前に出して引くという形でやってみてください。もちろん、前に出したり引くときに痛みを感じるほど思い切り、苦しくなるほど思い切りやる必要はありませんので、痛みのない程度でやってみてください。ポイントはこちらですね、額や鼻の頭を前に突き出すように動かすこと、そして後頭部が引っ張られるように後ろに引くこと、これを繰り返してやってみてください。いかがでしたでしょうか。首を前後ろと前後に動かすだけの非常にシンプルなエクササイズなんですけれども、やってみてですね、首の後ろが柔らかくなったとか、すっきりしたっていう感覚が得られたんじゃないかなと思います。ただ、動画の中でもお話ししましたけれども、痛みとか苦しさをですね、我慢してまで無理やりこう大きく動かす必要はありませんので、気楽にですね、リラックスしてやっていただければ十分じゃないかなと思います。ということで今回はですね、こちら花谷博之先生が書かれた肩を回せば猫背は治るという書籍の中に書かれている鳩体操というエクササイズについてご紹介をしていきました。もしこの動画が役に立ったとか面白かったという方はですね、高評価ボタンを押していただけるととても嬉しいですし、このチャンネルでは他にもこの書籍のエクササイズ以外にもですね、いろいろな健康情報とかストレッチとかも紹介していますので、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。はい、ということで今日はこの書籍に書かれている鳩体操ですね、ついてご紹介をしていきました。では今日はこれで失礼します。さようなら。